週刊文春電子版スクープ速報。アニメ名探偵コナンの人気キャラ公安警察官のアムロトール役で知られる声優の古谷徹さんが、名探偵コナンの大ファンの30代女性と4年半にわたる不倫関係にあったことが週刊文春の取材で分かりました。古谷さんといえば巨人の星の星ヒューマ、機動戦士ガンダムのアムロレイ、美少女戦士セーラームーンのタキシード仮面、ドラゴンボールのヤムチャなど数々の人気アニメに出演してきたレジェンド俳優です。その古谷さんは2012年に名探偵コナンに登場したアムロ役でさらなる人気を博すことになりました。古谷さんのファンだったという A 子さんによると、アニメ好きだったので古谷さんの名前は知っていましたが、2016年公開のコナンの映画、これでアムロトール役を演じた時ファンになったといいます。コナンの映画ゼロの執行人は気がつくと45回映画館に見に行き、古谷さんの演技に涙したと証言をしています。 A 子さんはファンレターやプレゼントを一方的に事務所に送るだけの日々が続きましたが、2019年の元日、見知らぬ番号から A 子さんにショートメッセージが届きました。そこから古谷さんとの親密な日々が始まったといいます。 A 子さんは時にアムロの声で愛をささやかれ、またある時は古谷さんから手を挙げられたこともあったといいます。そんな二人の関係が大きく変わったのは2021年に A 子さんの妊娠が発覚した時でした。古谷さんにこれらの事実関係を求めるべく取材を申し込んだところ、覚悟を決めましたと本人が80分間にわたってインタビューに応じました。一体どのようなことがあったのでしょうか。現在配信中の週刊文春の電子版では、レジェンド声優古谷徹名探偵コナン不倫と題してこの記事の内容を詳しく報じています。写真や動画なども合わせて電子版の方でぜひご確認いただければと思います。2018年9月にプロゴルファーの石川遼さんのマネジメント会社が経営権を取得した福島県棚倉町の棚倉田舎クラブ、以下棚倉クラブ。創業48年の老舗ゴルフ場で研修生 A 君去年19が2年前に首吊り自殺をしていたことが週刊文春の取材で分かりました。2018年の9月、石川選手のマネジメント会社である KI 企画が棚倉クラブの運営会社の全株式を取得。 KI 企画とは、石川さん本人が役人に名前を連ね、母親が代表取締役を務める石川ファミリーの会社です。ゴルフ場の運営管理を行う棚倉開発の代表取締役には石川選手の父親の勝美さんが就任。棚倉クラブは日米大学対抗ゴルフ選手権の会場として長年使われてきた聖地とも言われています。それだけに石川ファミリーによる経営は注目を集めました。棚倉クラブの買収直後に勝美さんはゴルフ場経営について週刊新潮のインタビューに熱く語っています。今は私が単身赴任で現地にいますが、寮と話し合いながら二人三脚で経営しています。営利目的ではないのです。また週刊ゴルフダイジェストのインタビューに対しては、寮の意思を聞いてそれを具体化するのが私の仕事、もし自分でこうしたいと思うことがあっても寮に相談してから進めますなどと語っていました。そんな石川遼選手のゴルフ場で事件が起きたのは2022年6月24日のことでした。ゴルフ場に併設された寮で研修生の A 君が変わり果てた姿で発見されたのです。 A 君が自殺に至った原因について複数の従業員や遺族が週刊文春の取材に、ゴルフ場における上司からの過度な叱責にあるのではないかと証言をしています。 A 君の母親週刊文春の取材に対し、息子を練習生にしたことは一生の後悔です、息子を返してほしいなどと語りました。現在配信中の週刊文春の電子版では A 君の自殺騒動について商報しています。遺族である母親の告白、従業員の証言、それから遺族に一切説明を行わない石川社長の対応についても報じています。4月27日に所属事務所のながらプロダクションからの独立を発表した氷川きよしさん。しかし独立をめぐりかねてから事務所との間に軋轢があるとささやかれてきました。昨年の8月、週刊文春が報じた独立阻止か、氷川きよしの所属事務所が新芸名キーナの商標登録を出願していたと題した記事も両者の深刻な対立を伺わせるものでした。あれから10ヶ月、ながらプロが申請していたキーナの商標登録が特許庁から公序良俗違反を理由に申請の却下を意味する拒絶通知書が出されていたことが分かりました。週刊文春が入手した拒絶通知書の中にはこのような下りがあります。
氷川きよし氏が歌手活動を休止している中、出願人が独立阻止のために商業出願を行ったという記事が確認される。公序良俗違反の根拠として前室の週刊文春の記事を例示し、長良プロの出願自体が商標法の精神に反するゆえ商標登録を認めないと通知したのです。長良プロは一体何をしたのでしょうか。この記事の続きは週刊文春電子版の方でお読みいただければと思います。今年姉の小室眞子さんが結婚した30歳の節目を迎えられる秋篠宮家の次女佳子さま。そんな佳子さまをめぐり一部でお見合い相手と噂される男性がいます。その男性の父親が週刊文春の取材に複雑な心境を明かしました。家中の男性は名門の島津家に連なる分家、玉里島津家の家系にいる B さんです。皇室の担当記者によると、島津家とのお見合いが取り沙汰されるきっかけとなったのは4月13日、旧家族の親睦団体で行われた会合に上皇ご夫妻とともに秋篠宮ご夫妻、それから佳子さまが出席されたことでした。この会合は島津家の集まりであり、上皇さまはこれまでもしばしば参加されてきましたが、佳子さまのご参加は異例。そのため女性誌などがこぞって会合出席やお見合いが目的などと報じたといいます。 B さんは佳子さまより一つ年上、初等科から大学までを学習院で過ごし、同窓会の役員も務める好青年だといいます。現在はメガバンクに勤務しているといいます。こうした一連の報道を島津家はどのように受け止めているのでしょうか。週刊文春の記者は B さんの父親を直撃しました。そして佳子さまと B さんの関係について聞くと、年齢が近いので面識はあるんだろうと思いますけれども、私はそこまで知りません、興味本位のお話が世の中で一人歩きしているので、などと語りました。佳子さまと B さんはお友達かと尋ねたところ、そうしたお付き合いはしておりません、二人の面識は昔々の話です、などと語りました。現在配信している週刊文春の電子版の記事では、 B さんの父への質問と回答の全文、そして佳子さまが大学時代にアプローチした男性などお相手探しの詳細、そして小室圭さん、眞子さん夫妻が佳子さまの結婚観に与えた影響などを詳しく報じています。秋篠宮家の危機と題した連続キャンペーンの第2弾の記事、ぜひ電子版の方で読んでいただければと思います。